前節カターレはアウェーの FC 琉球戦でハードワークと厚みある攻撃で1-3勝利してラストスパートに入った。一方2位の鹿児島は昨日の琉球戦で2-0での敗北。鹿児島とカターレの差は2点のまま。今日のゲームを勝てばカターレは2位に浮上する。愛媛 FC は今治の伊予決戦で勝ち、2023シーズンの J3 優勝で J2 昇格が決定した。J2 の昇格の椅子は残り1つになった。バモスカターレ。が発足されたと、いうことで、ちょうど、カタールタイムの創設日の11月1日に、できたということなんです。つづみさんの発案だったということなんですか？まあ、いいじゃないですか。そんな大変恐縮なんです。ああ、そうですか。森泰二郎さんが副会長。そうです。森泰二郎君と、あと中田博君。あ、山田君も。2人が副会長ということなんですね。はい。で、まあ、残り4試合というところで、まあ、あまり先を見すぎずに、やはり目の前の一戦にしっかりとこう勝つこと、勝ち点3をやっぱり積み上げていくことに最後まで集中してほしいかなと、そういうふうに思います。そうですね、まあ、とにかく3連勝がないチームで、この、ね、今の順位にいるんで、いきなり最後虫がよく5連勝で締めくくりましょうなんていうのは難しいことかもしれないですけども、とにかく今日、失点が少ない、逆に言うと得点しづらい奈良クラブ相手に、やっぱり先制点が一番こう重要になってくると思うん で、ね、しっかり点を取って、まあ、できたらね複数得点をして、勝ち点3を必ず取って昇格圏に戻りたいなというふうに思いますけれども、ね、プレーヤー琉球戦に関してはいかがでした？僕は少し前から伊藤選手を少し押してて、はい、でまあ、試合に使われるようになって徐々にパフォーマンスも上がってきて、でまあまあ、小田切監督も言ってましたけど、まあ、ドリブルが通用するようになった、そこからシュートを打てるようになった、そこからゴールが決まった、でこの前の琉球戦で、2試合連続ということで、上り調子にどん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 こう成長してきていると思いますので、まあ、今日の試合も、ね、スタメン確かなので、まあ、3試合連続と、まあ、ちょっと贅沢かもしれないんですけれども、そういったところ
ありがとうございます。そして、この後、後半戦を迎えます。後半戦の今まで10分お待ちください。諦めるわけにはいかない。ピッチにチャンスの神様はまだいる。前髪をつかみ取れ。バモスカターレ。ありがとうございました。